ビーチングアックス、ビーチングアックス、ビーチングの王ノは、1960年代に、イギリス国鉄の収支改善を目的とした、イギリス政府の取り組みに対する非公式の名称である。ビーチングという名は、イギリス国鉄の再建という報告書の主著者である、リチャード・ビーチング博士に由来している。この報告書では、貨物輸送の新形態や幹線旅客輸送の、 近代化も提案されているが、輸送量の少ない不採算路線の機械的な廃止と残る存続路線においても、各駅停車と高駅の廃止を提言したことで知らる。この報告書は道路輸送の拡大で1950年代から鉄道輸送に大きな損失が発生し始めたことへの対策であった。1955年の鉄道近代化計画の実施後も、 根本的には改善せず、イギリス国鉄を悩ませ続けていた。ビーチングは、大胆な措置が、将来の損失拡大から鉄道を救う、唯一の方策であると提案していた。しかし、政府は報告書のうち投資よりも、費用削減に、多くの興味を示した。報告後10年間に4000マイル、6400キロメートル、を超える路線と3000を超える駅が廃止され、 鉄道網の路線長の25%と駅の50%が削減された。今日に至るまで鉄道ファンの団体や年配者、特に廃線に影響された地方の人々には、ビーチングの名は未だに鉄道の大規模廃止や各駅停車の源の代名詞となっている。ビーチング博士は鉄道の廃止とよく関連付けられているが、1960年代以前の時点に、 すでに数多くの路線が廃止されていた。19世紀の鉄道橋時代を中心に急成長したイギリスの鉄道網は第一次世界大戦直前の1913年の時点で最長の23,440マイル、37,504キロメートル到達した。大戦後はバスや自動車、航空機など、 他の交通手段との競争に直面し始め、高頻度運転のバスや路面電車との競争に敗れた、郊外の短距離路線が1920年代から1930年代にかけて小規模に廃止された。例としては1934年に旅客輸送を廃止したバーミンガムのハーボーン鉄道がある。1923年の鉄道会社4大グループ再編後は、 競合複数社の並行する重複路線を中心に廃止され、1923年から1939年までの間に大部分に当たる合計1264マイル、2 0 2 2トルの路線で旅客輸送を廃止した。第二次世界大戦の勃発で、鉄道は戦争の遂行に不可欠となり、輸送量は増加し、昇降状態を得た。戦争中に保守や 新規の投資が抑制されたため、鉄道はかなり疲弊した状態にあった。イギリスの鉄道網は1948年に国有化された。1950年代初期には鉄道の廃止が再開された。イギリス運輸委員会は1949年に利用の少ない市線を廃止する権限を持った市線委員会を設置した。利用の少ない複数の小規模路線は、 この時期に廃止された。しかしながら、1959年に廃止された、イーストアングリアのミッドランドグレート、ノーザンジョイント鉄道のように国土を横断するアカン線の中にも廃止令があった。1948年から1962年までの間に、合計3318マイル、5309キロメートルの鉄道が廃止された。この時期には、 鉄道開発協会が主導する廃止反対運動が起こり始めた。著名な参加者としては、詩人のジョン・ベチジェマンがいる。1950年代初期、経済回復と燃料の配給制度の終了で、自動車が一般にも普及し、トラックによる貨物輸送の拡大から、戦前と同様に、再び鉄道との競合が再開された。 鉄道はこの状況に適応しようと苦闘した。周辺国に遅れを取った、イギリスの鉄道はこれを取り戻すべく、イギリス運輸委員会は1955年に近代化計画を発表し、蒸気機関車からディーゼル機関車や電気機関車への置き換えを提案した。この計画では12億4000万ポンド以上を投じて、 旅客貨物の鉄道輸送の復権と1962年までの黒字回復を見込んでいた。近代化計画の多くは承認された。鉄道の輸送量は1950年代にはほぼ安定していたが、人件費の大幅増加も相まって収支は着実に悪化していった。旅客、貨物運賃はインフレを抑制し、また有権者の関心を買うために、 政府により繰り返し値上げが凍結された。結果として1955年までに収入は運営費をもはやカバーできなくなり、状況は着実に悪化していった。近代化資金は借り入れに頼り多くが浪費され、1960年代初期には鉄道は財務危機に陥った。営業損失は1960年には6800万ポンド、 1961年には8700万ポンド、1962年には1億400万ポンドに達し、これは2005年の価値に換算すると10億ポンドに相当する。イギリス運輸委員会はもはや借入金に対する利子の支払いも不能になり、財務問題の悪化に拍車をかけた。政府は耐えきれなくなって根本的な解決策を模索し始めた。 1960年代初期の時代の雰囲気に同調して保守党のハロールド・マクミラン政権の運輸大臣は道路建設会社の社長であるアーネスト・マープルズであった。在任中は利益相反を回避するために彼の所有する株の3分の2は、妻に譲渡されていた。マープルズは交通の未来は道路にあり、鉄道はビクトリア町の遺物であると考えていた。 議長のイヴァンスティードフォードの議長に指名された。スティードフォードとビーチングはビーチングの鉄道網を切り詰めるという提案について対立した。議会での質疑にかかわらずスティードフォードの報告は出版されずビーチング計画として知られることになる鉄道網の将来に関する提案が政府に採用され鉄道網の3分の1を廃止し100万両に及ぶ。 貨車の3分の1を廃車することになった。ビーチングは鉄道に公共性よりも営利性を求め、不採算の赤字地方路線の廃線で残る黒字路線による収支改善を見込んでいた。当時のイギリス国鉄議長のビーチングは全鉄道路線の交通流動に関する検討を開始した。この検討は復活祭の2週間後。 1962年4月23日の週に行われ、鉄道網の総合計距離の3割は、全旅客、貨物の1%しか輸送しておらず、また、全体の半分の駅は、収入の2%しか生み出していないと結論付けた。1963年3月27日の報告書、イギリス国鉄の再建、またはビーチング第一報告は、 イギリスの1万8000マイル2万9000キロメートルに及ぶ鉄道のうち、主に地方の支線や国道横断線について6000マイル9700キロメートルの廃止を提案した。さらに、他の多くの鉄道路線も貨物専用とされ、存続する路線でも多くの利用の少ない駅については閉鎖されるべきとした。この報告は政府に受け入れられた。当時、 この議論を呼ぶ報告をマスメディアはビーチングの爆弾やビーチングの斧と称した。鉄道の廃止で公共交通機関を失う地方部などの地域からは抗議が寄せられた。政府は輸送はバスでより安く代替可能で廃止された鉄道の代わりにバスを運行すると約束した。報告書の重要な部分としてイギリスの鉄道は 使用感染を電化すべきで、また時代遅れで不経済な車扱い貨物輸送の代わりにコンテナ輸送の採用を提案していた。この中には、フレートライナーの開設や、ウェストコースト本線のクルーからグラス号までの1974年の電化延伸のように、結果的に採用されたものもあった。さらに、職員の勤務条件は、次第に改善された。 イギリス国鉄には1950年の時点で総延長約2万1000マイル、3万 3800km と約6000駅があったが、1975年には延長1万2000マイル、19300km と2000駅にまで縮小した。それ以降は概ね同じ規模を保っている。不採算路線の廃止は20世紀を通じて進められた。 1950年代には、イギリス国鉄の市政委員会が大きな反対の、見込まれない重複路線を廃止し、国有化からビーチング報告の発表までの間に、およそ3000マイル、4800キロメートルの路線が、すでに廃止されていた。しかし、報告の発表後、廃止は、顕著に加速した。対象線区のべてが廃止されたわけではなく、多くの路線が、 政治的な理由から存続した。例として、スコットランドのハイランド地方を通るファーノース線などは、ハイランド地方の強力なロビーの圧力が、存続理由の一つとなった。ハート・オブ・ウェールズ線は、多数の与野党が白昼する、選挙区を通り、廃止実行の勇気が誰にもなく存続したと言われている。これに加えて、コーンウォールのターバレー線など、 平行道路の未整備を理由に存続した路線もある。ビーチングの斧と別の理由で後年廃止された路線もある。マンチェスターとシェフィールドを結ぶウッドヘッド線は依存していた貨物輸送の衰退により1981年に廃止された。1964年、ビーチング博士は2番目のあまり知られていない報告、最初の報告書よりさらに踏み込んだ。 主要幹線ルートの開発、あるいはビーチング第二報告書と呼ばれる報告書を発表した。報告書では大規模な投資を続行する価値があると考えられる路線を選定した。この報告では都市間ルートや都市近郊の重要な通勤路線以外の路線を全廃すべきとしていた。右の地図はこの報告が実行された場合の結果を示しており、 鉄道網は7000マイル、11,260キロメートルに削減され、イギリスには、骸骨のような路線網しか残らないことになる。国土の内のある部分、ウェールズの大半、北部スコットランド、ヨークシャー、イーストアングリア、南西イングランドにはほとんど鉄道が残らないことになった。この報告は行き過ぎとみなされ、労働党政権によって却下された。 ビーチング博士は1965年に辞任した。路線の廃止に責任があるのは政治家であるにもかかわらず、ビーチング博士の名前は路線廃止の代名詞となった。1964年に政権を獲得した労働党のハロルド・ウィルソンは鉄道廃止の中止を政権公約に掲げていた。しかし、労働党は政権に着くとすぐにこの公約を撤回して、 1960年代末以前の前政権時代よりさらに早いペースで廃止は続行された。1965年、バーバラ・キャッスルが運輸大臣に指名された。彼女は将来予測で少なくとも1万1000マイル、1万7700キロメートルの路線が必要と決定し、鉄道号はこの規模で安定すべきとした。1960年代末に向けて、 鉄道の廃線は当初期待していた支出削減や鉄道網の収支欠損の改善の効果は薄く今後も見込めないことが一層明白になってきた。キャッスルはまたその収支を償うことはできないが社会的に価値のある役割を果たす路線については政府が補助すべきであると規定した。しかしながらこれを可能にする規定が1968年交通法第 39章に3年間の補助金支給条項があるに盛り込まれた時点で、この補助金の支給を受けたであろう多くの路線がすでに廃止、撤去されおり、この規定の効果を薄れさせた。結果的には、この規定により多くの支線が廃止を免れた。鉄道路線廃止による支出削減と収支改善は失敗に終わった。鉄道網のほぼ三分の一が廃止され、 約3000万ポンドの支出を削減したが、1億ポンドを超える総損失が続いていた。支線の廃止で機能していた幹線のフィーダー交通の機能が失われ、結果として、幹線も含めて輸送量と収入が減少した。廃止支線の利用者は、自宅から幹線の最寄り駅で自動車を利用し列車に乗り換えと予測されたが、実際は、 自動車で最終目的地まで直行するようになった。貨物輸送も同様に貨物を戸口から戸口へ輸送する能力を大幅に失った。旅客の場合と同じくトラックが貨物を集めて最寄りの駅まで運び、貨物列車で長距離を輸送し、再びトラックに積み替えられて目的地へ運ぶモデルが想定されていたが、高速道路網の発展とコンテナ化の進展。 そして2カ所で貨物の積み替えを必要とすることによる、純然たる経済コストの問題などにより、長距離の道路輸送は、鉄道の代替手段として確立した。廃止路線の多くは、赤字額が大きくなく、例えばサンダーランドエースとハートルプール、間路線の運行費は1マイルあたりわずか291ポンドに、過ぎないなど、地方路線の廃止による全体の赤字解消額は、わずかであった。 皮肉にも利用の非常に多い通勤路線が最大の損失を出していたがビーチングも通勤路線の廃止は政治的、現実的にも大問題であるというは承知していた。報告書発表の時点で複数の視線で採用例のあった軽便鉄道の発送はビーチングには無視された。実際のところビーチング報告では運営費や 勤務体制などの一般的な経済性にはほとんど触れてなかった。例えば、マンスフィールド線にある駅のように廃止された駅の多くは1日18時間駅員が配置されており、1日中係員が配置されている複数の旧式の信号国所で制御された路線をビーチングも指摘したように、新しい機動車よりずっと費用のかかる蒸気機関車による列車が運行されていた。 その後イギリス国鉄やその後継者はビリーチングの斧で廃止を免れた利用の少ない線、例えば基礎鉄道として存続したエプスウィッチからローストフトまでの路線などでこの概念を適用して成功を収めている。存続していれば後に重要幹線として活用されたであろうと見込まれた廃止路線もある。セトルカーライル線は廃止の危機にあったが存続し、現在は 却下ともに史上最多の輸送量を記録している。2007年の CTRL 開通までイギリスで最後に建設された幹線ルートであるグレートセントラル本線は当時提案されていた英仏海峡トンネルとイングランド北部を結ぶルートとなることが意図れていた。イギリスの一般的な車両限界よりも広いヨーロッパ大陸の車両限界を採用し、 また現代の高速鉄道と同じく踏切がなく、カーブや勾配を極力小さく抑えた規格で建設されていた。路線は建設から60年後の1966年から1969年まで段階的に廃止され、その28年後に英仏海峡トンネルが開通した。英仏海峡トンネルと CTRL の開業後、 北部イングランドとトンネルを結ぶ高速鉄道が議論されているが、グレートセントラル本線の多くの区間はすでに跡形もなくなっている。鉄道のバス転換政策も失敗に終わった。バス代行は多くが鉄道よりも遅く不便で、人々から大変不評であった。さらに、多くの代行バスは単に廃止された駅を結ぶのみで、駅から離れた集落を考慮せず、 その多くがわずか数年間で利用客の伸び悩みを理由に廃止された。結果として国土の大部分に公共交通空白地域が発生することになった。鉄道廃止後に自動車への依存が増えて、鉄道廃止によるわずかな支出削減効果を渋滞と大気汚染による損失増大が上回り、鉄道廃止の効果の薄さが明確化し、 世論も廃止への関心も薄れ、1970年代初期には廃止は終結した。1973年のオイルショックが完全に石油に依存する道路交通にのみ頼ることの問題を浮き彫りにしたことで大規模な鉄道の廃止は完全に終結した。ビーチングアックスによる最後の主要路線の廃止でおそらく最も議論を呼んだものでもあるのが 1969年に廃止されたカーライルホーイックである。スコットランド議会の承認を受けて2006年から、この路線の使用区間を再建する計画が進められている。1970年代初頭以降は、わずかな例外を除き路線を廃止する提案は、人々から強い反対にあって、計画は棚上げされた。こうした反対は、1960年代半ばから、 後半にかけての多くの路線が廃止された経験に起こしていた。今日、イギリスの鉄道は、世界中のほとんど全ての鉄道網と同様に、赤字で運行されていて補助金を必要としている。環境面で利点の効果に加え、廃止路線の沿線人口は、過去40年間で増加傾向にあり、廃止路線の再開の機運も高まっている。 1963年の時点で旅客数が減少し、当時は渋滞の少なかった道路で自動車利用の増加で不採参加した路線でも、現在でなら収益を見込めるものがあり、また渋滞と待機汚染の減少、既存路線の混雑緩和の効果が望まれ、政府からの補助金を投入してでも運行する価値のある路線もある。しかし、BH ングの斧で廃止された路線は、 廃線時期を処分する方針としており、橋、切りし、築定は撤去、存続路線の廃止路線用構造物も解体、または売却されたため、路線の再開は困難なものとなっている。アメリカのレールバンクの枠組みと似た方式で、将来の再使用に備えて、廃止路線の線路時期を保存せずに、土地を完全に処分する方針には大きな批判がある。さらに、 収入を全く生まないのに維持が必要な多くの残存構造物があり、路線廃止後も削減できなかった支出となっている。1980年代初頭、マーガレット・サッチャー政権下で、再びビーチング以来の廃止提案がなされた。1983年、ビーチング博士と共に働いていた公務員であるデイビッド・サーペルが、より多くの鉄道の廃止を提案した、 サープペル報告の廃止や、その通過している地域のために、政治的に受け入れられない、グレートセントラル線のバス転換、バーウィックアポンツーイードからエジンバラまでのスト、コースト本線の廃止など、重大な問題点の存在が示された。他方面から強烈な反対を受け、信用性を失い、この報告書はすぐに放棄された。あまり明白ではないビーチングによる廃止の一例として、 かつて伏線であった区間の単線化がある。かつては4つの路線の欠接点で重要な鉄道の町であったが、グレートセントラル鉄道の廃止以来1本のプラットフォームがあるだけになっていたプリンセスリスバラまでの区間は単線化されたが、後にチルターンレールウェイズにより21世紀初頭に再度伏線化された。単線化された路線としては他にインバネスからディングールまでの列車本数を 増加させる上で大きな障害となっている。西イングランド本線はかつてロンドンから南西方面への急行ルートであったが、国土全体の観点からはグレートウェスタン本線の平行路線として単線化され、実質的に二次的な国土横断路線へ格下げされた。単線化は問題を引き起こした。チェルトナムからスーインドンまでのゴールデンバレー線の輸送量は サイドの伏線化が検討される水準まで増加した。1960年代に単線化されたコッツウォルド線では今では当時の2倍の列車を運行しようとしている。これに加え単線区間では対向列車の通過待ちをしなければならないために遅延が波及して定時性が悪化している。そして対向列車や追い抜き列車を待つ時間が加算されるために所要時間が長なった。 ロンドンからウースターまでの所要時間はよりかなり長い。1960年代のビーチングによる鉄道廃止以来、道路の交通量は大幅に増え、地域によっては交通麻痺に近い状態になっている。これに加えて近年は鉄道旅客輸送量が記録的な水準に増加し、複数の廃止路線が復活している。これに加えてかなりの数の廃止駅が再開され、 また旅客輸送が廃止されていた路線でも再開されている。こうした例の多くは旅客交通委員会が地域の旅客鉄道輸送を促進する役割をしているとぶにある。今では廃止されたグレーターロンドンカウンシルによって行われた検討の後、ファリンドン駅の南のスノーヒルトンネルからブライトンを連絡して成功を収めている。 その廃止はビーチングによるものではなかったが、この成功はビーチングの手法と反対に鉄道を拡張することの可能性を示した。イーストロンドン線はかつてブロードストリート駅へ通じていた区間を再開しようとしている。ビーチングの斧と別の理由で1967年に廃止されたバーシティ線はイギリス国鉄の部門である。 ネットワークサウスイーストのプリンセス・リスバラからアインォー、ジャンクションはビーチングの斧により1969年に廃止された駅を2003年に新しく開設した。ロンドン・エールズベリー線まで延長されることになっており、2008年12月に開業する計画である。かつて貨物専用となったインストリーからジャンドラーズフォードまでの路線は旅客輸送が再開された。 注目すべき再開としては、ノッティンガムシャーのノッティンガムからマンスフィールドまでのロビンフッド線で1990年代初頭に再開した。かつてマンスフィールドはイギリスで鉄道がない最大の町であった。ウェストミットランズでは従来のスノーヒル駅を置き換える新しいバーミンガムスノーヒル駅が1987年に開業した。 スノーヒルキへ通じるバーミンガム市街の下を通るトンネルも、キッター・ミンスターの旅客営業は1988年に再開された。ライトレールや都市鉄道として成功理に多くの路線が再開されているにもかかわらず、このコンセプトは未だに多くの地方政府の一定しない評価により危機にさらされている。ボルソールからヘンズフォードまで延長された。ビーチングは、 南ウェールズを衰退しつつある工業地域とみなした。この結果、この地域は鉄道網のほとんどを失った。1983年からこの地域では鉄道が復権し、ランハラン駅アバーデラブリッジエンドとエブバレー線である。スコットランドでは1985年に再開されたエジンバラバスゲート線までの15マイルの区間の再開に着手しており、 これにより、グラスゴーからエジンバラまで、バスゲートを経由するルートが完全に再開されことになる。さらに近年、アーガイル線、エリートンなどに1968年以来の鉄道が復活した。スターリング・アロア・キン・カーディン線の間の35マイル、56km の区間は2013年再開の計画で、投資が承認された。 スコティッシュボーダーズでは1969年の路線廃止により鉄道路線がなくなったが2007年にはイーストファイフコースト線をリーブンからセントアンドルーズまで開通させる運動が始まった。何本かの路線は保存鉄道として再開業した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。